アウシュビッツ語の反ユダヤ主義、ポーランドにおける虐殺事件を究明する。アウシュビッツ語の反ユダヤ主義、ポーランドにおける虐殺事件を究明する。アウシュビッツ語のは、ユダヤ主義ポーランドにおける虐殺事件を究明する。英語版現代、フィア、アンチ、セミティズムイン、ポーランドアフターアウシュビッツは、ポーランド人、ヤングロスの著書。英語版は2006年にランダムハウス社、 ランダムハウスより出版。日本語版は2008年に白水社より出版。2001年に刊行されたの主題を展開したもの。アウシュビッツ語の反ユダヤ主義、ポーランドにおける虐殺事件を究明するにおいては、1944年から1956年の間のポーランドにおける反ユダヤ主義的暴力に主眼を置き、 戦後のポーランド人とユダヤ人の関係を追求したもの。この本は各新聞の書評を含め国際的な注目を集めたが住民同士の騒動における不幸な死亡事件を反ユダヤ主義虐殺と決めつけたことに関して多くの歴史家からの批判の的ともなった。グロスは英語版において第二次世界大戦中にポーランドが被った恐ろしい被害を描写する章から 始めている。そこには、スターリンとヒトラーによって分割された、ポーランドの国土、ポーランド人に対するナチスの犯罪、ソ連によってカティンの森で虐殺されたポーランド軍将校が、含まれる。またそこには、1944年のアルシャワ法棄では、ポーランド国内軍が、ドイツ軍によって壊させられるまでソ連が進撃を、停止しその結果ワルシャワが、瓦礫の山にされた話が続き、 ヤルタ会談でイギリスとアメリカがポーランドをソ連の共産主義による支配に委ねることになったいわるポーランドの放棄について書かれている。グロスの推測によると終戦時には25万のポーランド系ユダヤ人が元の住所に戻ってきたとされる。彼らの不動産の大半はホームレスの人々に占拠されたり個人財産の国有化を進めていた共産主義政府によって接収されたりしていた。 グロスは、住民同士の不和や、敵対的雰囲気だけでなく、幾人かのユダヤ人が受けた暴行や、ポーランドのエリートがそういった暴行を止めることが、できなかった事実について述べている。さらにグロスはについて、英文の解説はの記事を参照を述べ、この事件は暴徒でなく、警察によって引き起こされ、キエルチェ市当局の交換を除く、あらゆる社会的地位にある人々が関わっていたと。 主張するフィア、PP83 から166グロスは特に地方において幾人かのポーランド人が選別された上でナチスドイツが積極的に行っていたユダヤ人の絶滅や財産の略奪に関わっていたことを挙げておりこれを戦後ポーランドにおける反ユダヤ主義の原因であると結論付けているがこれには当然異論があるグロスによるとこういった ポーランド人は、自らの犯した犯罪により、刑罰を受けることを恐れたために戦後になると、ユダヤ人を攻撃したのだということになる。ポーランド語版が英語版と異なるのは、ポーランド人読者が、戦中のポーランドについてはよく知っていると、考えられたからである。ポーランド語版の最初の章は、ポーランド人が、ナチスドイツによりユダヤ人絶滅行為について、 すでに知っていることを検証するのみとなっている。特にナチス特別行動部隊が、ポーランド人のすべて見ている前で、ユダヤ人の老若男女を一斉に捉えた医療、殺害に及んだことを、ポーランド人読者に指摘しようとしている。2008年5月8日に、ユダヤ人科学協会で行われた、デボラ・リプシュタットとの対談でグロスは、ポーランド語版に書く内容については、 他の方法を取るべきだったと述べている。ポーランド系アメリカ人のシンクタンクである、ピアスト協会は、アウシュビッツ後の反ユダヤ主義、ポーランドにおける虐殺事件を救命するに対する施評の分析を行い、ニューヨークタイムズ、ボルチモアさん、ロサンゼルスタイムズといった有力誌はいずれも、ポーランドや中東王の歴史に関する専門的知識が全くないままこの本とその内容に、 ついて反し、無批判の称賛を与えながら、反ポーランド主義的レトリックを多大に用いている。この本のテーゼを容易に認めることは不可能で、ポーランド人やその他の人々の多くはこの本を不公正で無期したものであると考えている。としている。やすと教会は、有力紙における書評のいくつかは、非常に感情的でかつ、抽象的でさえあり、 ポーランド人とユダヤ人との友好関係に打撃を与た可能性があると述べている。アウシュビッツ後の反ユダヤ主義、ポーランドにおける虐殺事件を究明するは、が2008年に発行されたポーランドでも物議を醸している。メディアは様々な反応をし、戦後ポーランドの反ユダヤ主義的事件についての議論を呼び起こすことになった。パウマフチェビチ、タデウシュラジオフ ダリウ・シュストラといった著名な歴史家はこの本について、欠陥のある方法を用いていること、物事に対して十八人唐揚げの一般化をしていること、ステレオタイプな見方をしていること、自分の主張に反するような資料をわざと無視していること、扱った事件の背景を全く考慮していないこと、データを誤解したり歪曲したりしていること、情報源をユダヤ人だけに限定していること、 敵意を書き立てる感情的な言葉を用いていること、事実に基づかない非現実的な結論を導いていることを指摘し、グロスを非難している。ポーランド国家記名員の歴史家人は、方法論的に重大な欠陥がある上悪意の満ちた形容国を使用するなどており、この本が歴史学会で受け入れられる機会は、たとえ条件付きであってもありえない。と指摘した。この本が、 ポーランド国民に対する誹謗中傷であるという申し立てがなされたが、ポーランド当局はこの申し立てを却下し、調査はしないことに決定した。このことはメディアにおいて論議を呼んだ。ポーランドの現行法体系は、こういったことを事件化することができるが、これに関連する一連の法律は、言論の自由を脅かすものだという批判を浴びてを、ポーランド憲法裁判所で審理されることになっている。 ホロコーストを生き残った人の息子であり、小説家で法律学教授であるユダヤ人のテイン・ローゼンバウムは、ロサンゼルスタイムズ紙にこの本についての評論を寄稿し、ポーランドが問題意識の欠如に語たたられた国家である。と書いた。さらに、グロスのこの本はなぜポーランドにはユダヤ人がほとんど残っていないのかという疑問に対して、国民的反省を関するものである。 今から嘆いてもそれが遅すぎるということはない。ポーランドの魂はそれができるかどうかにかかっている。と主張した。一方、キリスト教徒のポーランド人によって両親の命が救われた著述家で文学博士のユダヤ人エヴァ・ホフマンはポーランド人全体の罪という考えに対し強く反論している。ホフマン女子の反論は 彼女のご両親の経験と直結していることは疑いの余地がない。と唱えるウェルズリー大学のロシェル・ジー・ルート・シルトもユダヤ人であるが国際的メディアの論評やグロスの本についてプリンストン大学出版会がそういったメディアに寄せたような推薦文を真に受けるようなことはしない。ルート・シルトはこう書評している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。